皆さんこんばんは。こんばんは。本日は LJL2021 サマースプリットウィーク6の模様をお届けしております。この後本日最終試合ゲーム8ラスカルゼスターバースデトネーションフォーカスビーの試合の模様をお届けいたします。実況カツリオン解説リールベルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ注目試合ですね。まあ本当に大一番ですよね。まあまだここからポイントというのは動いていきますから1位確定するわけではありませんが非常に重要な上位陣の争いとなっています。さあどんな試合になるのか両者気合が入っていると思いますのでまずはスターターから確認していきたいと思います。まずはラスカルジェスターのスターターです。トップキナツ、ジャングルハチャメチャ、ミッドリキャップ、ADC ソウル、サポートシークレットとなっております。続きましてデトネーションフォーカス2のスターターです。トップエビ、ジャングルスティール、ミッドアリア、エリシーユタポン、サポートゲンとなっています。それでは両チームから注目選手はヒナツとエビ。まあ、今回のこの両チームどこを注目にしてもおかしくないぐらいの対戦にはなってるんですが、ただ本当に春からどんどんと成長を続けているキナツ選手がエビ選手に対して今どうなのかっていうところがやっぱり気になる。そうですね。スタッツもやっぱりかなり似てるんですよね。15分段階でのゴールド差ってところも1位2位、キルアシストの値でも1位2位、そして、15分段階での対面でのゴールド差っていうところも近しい数値になってますから、まあ、両チームとも比較的トップエイドリソースっていうのは各チームではあるんですが、どんなチャンピオンを使ってどんなゲーム展開を見せてくれるのか、まずトップレーンから注目していきたいですね。エビ選手のゴールドがかなり多いのはこうタワープレート、ヘラルドの影響っていうのもありますよね。そうですね。かなりスティール選手がそこで有利を作るために動いているという部分もあります。ただ先ほどは、まあ、木田選手を中心としたような、まあ、ゲームの展開ありきだったという話はありましたが、そういうゲームもできるというところは見えましたからね。本当に、まあ、ルーキーではあるもののかなりファイター系も使ってくるプレイヤーなので、これドラフト本当に難しいような気がしますね。まあ、そのドラフトだと一つだけお伝えしておきたいのは、アリア選手のルブランですね。現在4試合行われましたが現在ゼロデッド KDA57 です。はい、バンされましたということで、ドラフトの方を見ていきたいと思います。ブルースサイドラスカルジェスター、レッドサイドデトネーションフォーカスミです。ルブラン、ビエゴ、イデリア、バルス、ダイアナ、早いですよ。もう決めてますね。 RJ はグエン開けるのかどうかっていうのが1点、あとはやっぱりさっきの試合でアフェリオスファーストピックしたぐらいの優先度ですから、これどうしますかね。あれ気になりましたよね。まあ、それだけチームとしての評価が高いっていうところはあったと思いますが、 FM もそういったファームチャンピオンは優先してますよね。スレッシュをバーンしてこれはアフェリオスを少し取りづらくしたような。まあ、グエンと両方開けつつ、でもこれ面白いです。スレッシュバーン、これグエン取らせてアフェリオス、ただスレッシュをバーンしてしまうとここでセットでスレッシュピッチするっていうオプションを自ら削っていることになるんですよ。やめますか。あ、取らない。シンジャオから取っていきましたね。まあ、グエンのカウンタートップ運用ってことを考えるとやっぱりジェイスっていうのが一番確実かなとは思いますよね。あとはレンジタイプでいうと、まあ、懸念なんかも比較的イーブンで優位取れるっていうところありますから、そういったチャンピオンでもいいですが。おお、でも取りましたよ。ああ、結局優先はするんですね。まあ、一つ信者を取っておくと、信者をブラームって取ってもエンゲージが成り立つっていうところは一つありますよね。なるほど。しかもレオナに対してですからより出しやすいですし、ミッド優先する理由っていうのも今のところないですから、あ、トップ優先しますか。さあどうするか。ジグスレオナを抑えた後に、おっとルシアン、
ただそれやると、はい、魔法ダメージどこに置くって話になってきますよ、まあ、ジャングルですかと思いました。死んじゃいましたね。そう、死んじゃいるんですよね。ああ、じゃあナーでいこう。まあベターなチャンピオン、もうこの時点でかなり集団戦フェーズ中盤から後半にかけてっていうのを DFM は狙ってますね。さあバンフェス、相手の構成でいうとこれサポートにジャングルのオプションを消しつつですか。あとはヨネターゲット番ですね。ここまで来ましたか。まあジグサー見えていますがソウルリキャップフレックスですね。そうです。あとこれミッドに物理タイプ置かないとダメージバランスがおかしくなってしまうんですよ。あーなるほど、まあ、もしくはミッドにジグスを置いて普通にディキャリー置くか。イリリアいない、ルシアンのオプションがまだ残ってますが、アリアが今まで使っていたチャンピオンの中からアカリオバン、 FM はルシアン消せばかなり RJ 側が作れる構成っていうのが限られてきますね。まあ AD ミッドなら一応リキャップならキアナもありますが、あー確かに。ただこれ多分最後までミッド隠すと思うんですよね。もしくはルシアンを開けた上で取り上げるか。あでもそれやったら結局また AP どこ置く問題が、まあそうなんですよ。まあ懸念、おトランドルの番懸念ないか。あーポークを狙うかもしれないということですかね。そうなりますね。なんでまあトランドルのピラーからレオナのエンゲージジグス合わせるっていう強力なコンボを潰したと。まあ実際強かったですからね。これ両チームちょっと面白いですね。 DFM はミッドでメイジを取らなければいけない、うん、RJ はまあジャングルでも最悪いいんですが、できればミッドで物理タイプを取らなければいけない。おーブラウブをバンしてアフェリオス守らせないぞということですが、ただレオナに対してアリスターであれば、アフェリオスがクレンズボーツ前提で十分ディフェンシブに動くことは可能ですね。さあアリスターをロックインデトネーションフォーカスにラスカルジェスター、ここで2枚を返します。これリキャップのチャンピオンプールにあと何が残ってますかね。通常のメイジであればまだ豊富にチャンピオンはいますが、すでにジグスが見えている中でリキャップにジグスを持たせてエズリアルをボットレーンに送りポーク構成、そうなりそうでしょうか。そうですね。ただちょっとパワースパイク全体的に遅すぎる感は否めないですね。まあすでに涙2つ購入するチャンピオンはいますね。グレーもまあマッチアップによっては1対1強いチャンピオンではありますが、パワースパイクって考えるとまあワンコアできてレーンが強い、ツーコアできて集団戦が強いっていうチャンピオンですからね。かなり時間を使ってこれでジャングルがボリベア、まあ、一応グエンもいけますが残るのはジャングルボリベアですね、まあ、基本的にレーンのパワースパイクの遅さをボリベアで補っていこうと。あとはまあトップジャングルのこの構成であれば上側のファイトっていうのは比較的期待はできるので、まあ、ボット放置、シークレットがトップサイドにロームしながら上でヘラルドを狙っていくっていう構成になってるかなと思いますね。そしてラストピックはサイラス。サイラス当てますか。そこまで強力なアルティメットがあるっていうわけではないんですが、エンゲージとなると、まあ、レオナかボリベアかですが、火力から取ると、まあ、ダメージがすごそうですね。まあそうですね。グウェンジグスうまく使えば FM がまあアリッサーなって AOECC 持ってますからね。これジグスに対してサイラスを出したポイントとしては、まずメジタイプが必要っていうのが1点と、やっぱりジグスがどうしても序盤のところ弱いというところをついて、まあ、練習動圏から死んじゃうとのミッドジャングルのコンビネーションっていうのを生かそうっていう狙いだと思いますね。それに対してラスカルジェスターどうしますか。 RJ としてはまあとりあえず耐える例になるっていうのは間違いないんですが、ボリビアを中心に上サイド、あとボッあボットレーンがエズなんで、まあ、シークレットのロームタイミングっていうのをうまく作りながらモビリティのタイミング8分から9分ですかね基本的には、まあ、ここでアクションを起こしていくってことになってくるかなと思いますね。こうジグスレオナだと、まあ、結構バーストも高いので狙っていくレーンになるのかなと思いましたが、エズになったことによってちょっと変わりましたよね。まあ、6まで主導権取るっていうのはかなり難しいマッチアップになってますね、まあ、ただ AD キャリーソウルのエズリアルユタポンのアフェリオス、どちらも
パフォーマンスは期待できます。得意ピックですからね。はい、ソウル春 DPM1200 ぐらい出した試合もありましたね。序盤の見どころで言うとやはりはレベル3からアリアがミッド主導権ちょこちょこ狙いつつジャングル絡めて動かしてくるかなっていうところに対して、まあ、アルジュがやっぱりトップの2体ですよね。うん、ボリビアのガンクパワーっていうのを生かしつつ、まあ、どう亀裂をフォローアップしていくのか。今回レンジ対面ってことを考えると、まあ、イグナイトではなくゴーストかフラッシュだと思うので、まあ、追い足っていうのはかなり強いですよね。うん、このファーストピックにしてまで亀裂に軍営を持たせたっていうところはどう見てますか。いや、まあ、そこに関してはこれまでの木田選手のパフォーマンスを考えても、まあ、妥当だろうなというか当然だろうなというところありますね。うん、全体的なそのキャリーの伸びしろかなりあるなと感じるアスカルジェスターではありますが、 FM も決して悪くはないですよね。全くもって悪くないですね。アフェリオスな、そしてサイラス、いずれにせよ中盤以降も強いチャンピオンですから、まあ、パワースパイクっていう意味だとそこまで優劣つかないものの、若干ですがやっぱり作りやすいってなるとこのミッドの主導検査っていうところで FM が先手取っていく可能性っていうのは非常に高いですね。あとはこの一つフォークが要であるというところが、まあ、難しさとして出ている試合も結構ありますから、ここをうまくこなせるかどうかというのも注目ですかね。そうですね、まあ、フォークしながらただエズとジグソー W って考えるとディセンゲージ能力っていうのも非常に高い構成になってますから、まあ、これを睨み合いの部分からどう、まあ、ゲン、スティールっていうところを中心に崩していくのか。いや、アリアがやるかもしれないですね。確かに、まあ、アリアですからね。うん、そういう期待感はもちろん持てます。さあ、それでは本日の最終試合見ていきましょう。さあ、始まりました LJL2021 サマースプリットウィーク6ゲーム8。ミニオン出撃まであと30秒。ラスカルジェスター VS デトネーションフォーカスミーの試合スタートです。デトネーションフォーカスミーボットサイドのリバーに見えたのを見てハチャメチャはこの位置ワードを差しに行きます。帰り道はエビに見つかった。レッドバフにワードを置かれたかなというようなピンが出てますね。それに対してデトネーションオーカスミーも相手のレッドへワードを受けています。ミニオンが出撃しました。まあ、基本的に最初の3ウェーブに関しては RJ ボットレーンを押すことができるんですよね。というのもアリスターが本当にできることが何もないので、まあ、そこの差っていうのを生かして主導権取る中で、ああそれでもはちゃめちゃ下サイドでスタートしますか。ボットレーンサイドで主導権が取れるのであれば上から降りてきてということもできるよねということですね。まあ、確実にカニが取りたかったらそうなるんですが、まあ、トップ主導権取れるっていう前提の動きになりますね。なるほど。おっとアリア、おー、トーボラッシュ当ててリギャップのダメージトレード。ただ Q しっかりとリギャップも当てていきました。うん、落ち着いていい返しですね。うん、さあ AI フーフィルウィンでは49対51、手堅い。ただ少しデトレーションオーカスミ有利、若干。あとパワースパイクどうなっているかですね。そうですね。あ、まあ FM 側が先に来て、あ、結構 FM ですね、こう見ると。そうですね、ヘラルドタイミングでラスカルジェスター。あ、そうですね、 RJ 側が、そう、 RJ 側がかなり多いですね。そうですね、青側ラスカルジェスターサイドが、まあ、有利な時間帯が多い。そして最後もというところですね。瞬間瞬間で来ているタイミングというのはちょっと面白いですが、さあここどうなってくるのか。ボットレーンサイド、お互いのジャングラーフルクリアをしてこの位置です。ここからプッシュ主導権取り返していきたい DFM なんですが、この様子だとどうでしょう。トップサイドのスカトル奪い合いになるとすれば、今リギャップがタッチし取れていますし、キナツも取れています。かなり RJ 側いい状況が作れてますね。ええ、ブルーバフを買った後、スティールはレッドバフを買った後どう流れるか。リギャップこの位置、タワー下に押し込んでから
クライアーブルームを叩いてスティールの位置を見たワードを置いていきましたが、ミッドプッシュ権こそあるものの、うん、ちょっとマナがないんですが、それでもソロレーン2つ、うん、押せているというところでスティール無理はしませんね。映っていない間にアリアの体力を相当削りましたね。お、そのままこれボットム主導権取れてるんですよね。スカトル2つですね。これは大きいですよ。経験値ゴールドが美味しいに加えて、なんというか、まあ、安心感ありますよね、レーナからすると。そうですね、ビジョン的なところも助かってきますね。さあ、はちゃめちゃこれでスカトル2つ抑えました。早めのリコールはラスカルジェスターのボットレーン。2周目のキャンプも勝ってリコールなので、これ一番理想的なジャングルの回り方っていうのをはちゃめちゃできてますね。見てください、リキャップも合わせてリコールして涙を購入しましたね。4分の時点でリキャップソウルが積むことができたので、この最序盤立ち上がりっていう部分は RJ が非常にいい形になりました。あとはまあレベル6っていうところにかけて、まあ、スティールがこのアリアのレーンっていうところの主導権奪い返しに来るでしょうから、そこからの攻防ですね。狙うのであればミッドなんですね。 DFM はまずミッドでしょうね。ミッドの例えば、リキャップ選手のフラッシュ落ちたってなると、アリア選手は非常に動きやすい状況を作れるので、まあ、そこからトップなりボットなりっていうところの展開が考えられますね。確かにフラッシュ落とすだけでも随分変わりそうですね。CC が多く飛び込んでくるこの2体なので、サムナスペルないとちょっと前に出れないですね。さあ現在右下表示されているのはジャングルルート。お互いまあミラーのような形で進んでいったものの、やっぱりここでリバーに入れたのはレーンの状況ですね。大きかったですね。さあスティールトップサイド入りに行く、そこにはグロンプトウルフが湧いていますが、はちゃめちゃやってくるぞ。もちろんぶつかると相手の方がより早いですね。キナツはテレポートゴーストです今回。さあトップレーナー互いに寄り始めました。ミッドはリキャップのみテレポートを残しています。グロンプからスティールを弾き出してはちゃめちゃが抑えました。今のはエビガイよくボディブロックしましたね。できてなかったら危なかったですか。きっちり挟まれていたので、まあ、サマースペル落ちてもおかしくないようなシチュエーションではありましたね。ただファームのロストが結構スティール発生しているような。そうですね、ボトレン、これヌンクイバーに対して涙とロンソ2本なので、まあ、ここは練習権確実に DFM 取り返すでしょうね。さあ順位的にもかかっているものも大きい、互いに慎重にゲームが進んでいます。こうしたゼニスブレード仕掛けに行った、ゲンがしっかりとノックアップを返していきます。テネとスタンを返していいダメージだ。イタポン、ただこのタイミングシークレット仕掛けに行った、ユタポンクレンズを使ってなんとか対応していますが、そのままファーストブラッド獲得はなんとシークレット、そして生き残った。今お互いにというか特にゲンの対応というのは完璧に近かったんですよ。相手の仕掛けに対して9で、そこからエズのスキルっていうのをボディーブロックしながらレオナナフカチョケタイミングでのイーノスさん、ちょっと見ながら話しましょうか。リプレイです。仕掛けてまず来たところに仕掛けて、はい、Q の対応ですよね、でイーデスさん貯めながらまずエズの射線っていうのを潰します。でレオナアフターショックでタイミングでの反転で、まだ W 残しているのでもう一度仕掛けられたとしてもこうやって弾くんですが、まあ、これ何が言いたいかというと、要するにほとんどレオナ一人で削り切ってますまあこれが強みなんですよね、このチャンピオン。そうですね、序盤であればあるほどエリキャリよりダメージ出るので、ただまあかなりシビアなラインできっちりダメージ計算しきりましたね。しかもボットでですよ。これは大きいですね。で今のワンプレーで一気にエズの装備も進んだので、サモナースペルもダウンしてます。これ練習導権取れますね、アルジェ側。ソウルはフラッシュを残した状況、エビブッシュに隠れていますがリコールすることができました。近くにシークレットいましたからね、しっかりと下がれたのは大きいでしょう。さあソウルはこちらでオールスバン、
身に押し込まれている状況です。ヘラルドに触っているでしょうか、ラスカルジェスター。そうですね、ワードで見えてはいますが、シークレットの位置というのは今分かっていないような状況でしょうかね。まあ、むしろタワー下に全く映っていなかったので、まあ、ヘラルド付近にいるだろうということで DFM は手出しできないですね。さあ、ただシークレットこのタイミングで戻ってきました。こうなるとヘラルドの使い方なんですが、基本的にやっぱりグエンに入れたいっていうところあるものの、今回ジグスを持っている構成なのでミッドにぶつけてもその後の展開ってかなり有利になるんですよね。どっち判断するかですね。ベターはトップ、ただジグスってことを考えるとミッドに入れても面白いですね。そして面白いのがレオナで、あ、リキャップニャンが渡りませんでしたね。おっと、ちょっとこれはミスですかね。まあ一応涙とロストチャプター完成しているのでそんなに致命的ってことではないですが、うん、ミスですね。ちょっともったいなかったですね。さあ、ドラゴン湧いているのはオーシャン、スカトルのコントロールをまずは取るでしょうか。デトネーションフォーカスミー、はちゃめちゃ見ているぞ。これは弦のカバーもあって取り切りそうです。そして先ほどちょっと言おうとしたんですが、ファーストブラッド獲得したシークレットのブーツ、プレートシールキャップ、結構モビリティがこのタイミングでお金入ってロームしたらあったりするじゃないですか。しかも今までレオナ使用した際ってかなりモビリティ買ってる率高かったんですよ、ある、今回2対2の殴り合いっていうところもかなり考えてますかね。なるほど、やっぱりロームするならモビリティ、連戦考えるならシンプレートもありですから、さあドラゴンの獲得もラスカルジェスターとなりました。ヘラルドは残り半分ほどの時間でしょうか。おっとアリア仕掛けに行った、レベルは先行している状況、いいダメージですが、このアクションですよね。こうやってコントロールを取り返していく。でここにスティールが絡めば、まあ、サマダスペル落ちるっていうところは最低限期待できるので、それをゲーム全体に広げていきたい。そしてエビはしっかりと用意作ってますね。 CS さ、そしてプレート1枚です。ただそこにハチャメチャが近寄ってくる。ゴースト発動はキナツ、エビを狙っている。ゲージは全くない。ハチャメチャフラッシュを使うか、テンパの一撃合わせていってのタワーダイブ、嵐を起こすもの、タワーは止まっている。キル獲得はハチャメチャ。しかもこれスティールがカバーには来る。あ、ヘラルド使わない、相手のカバーがある。アリアも宮だったっていうところも大きかったですかね。だからどんどん選択肢なくなってきてますね、ヘラルド使うポジションに対しての。グエンにゴールドを入れるタイミングではありましたよね。ただやっぱりプレート1枚2枚殴る時間がないと効果的ではないという判断だと思いますね。なるほど、リプレイです。リコールをしようとしていたハチャメチャがそのリコールをやめて、これ気夏の判断ですかね。メガナタイミング切れるっていうところで落とせるんじゃないかって判断でしたね。しかも迷わずフラッシュ切っていったことによってエビも反応できなかったのか。剣が瀕死の状況、フラッシュダウン、ソーラーフレアは当たりましたが攻撃が届きませんでした。いや本当にこのゲーム今までの RJ と違ってローム回数っていうのはぐっと低いんですよ。そしてソウルの初手見てください、エッセンスリーバー、これ面白いですね。そしてボットレーンにヘラルド召喚、これはソウルキャリー、なるほど、のところに寄せてきましたね。さあプレートゴールドも入りました。3枚取れましたか。これポークだけではなく DPS としてダメージをエズリアに期待するようなビルドオーダーになるんですかね。1つとあとは、まあ、マナが切れないスキルの回転が速くなるというところでレーンの主導権確定するんですよ。なるほど、で今回シークレットがロームが少ないスチームプレートを優先している、ユタポンゲンに対して主導権を絶対に渡さないっていうところを最重要視してますね。
なるほど、エズリアルではあるんですが戦いに行くというのを決めてたようですね。そうなりますね。実際現のロームっていうのこのゲーム全く見れてないですよね。なんなら本当なら攻撃的に使いたいフラッシュをまた落とされました。そうですね、ここのところは RJ の、まあ、序盤からの狙いっていうところが刺さってますね。一瞬顔を出しましたがシークレット仕掛けはしませんでした。さあ2体目のヘラルドまで50秒ほどです。ハチャメチャが視界の管理に動いているでしょうか。ボットレーンソウルレベル先行、球の精度は高い。キルショットバラジは当たっていない。いやただその後の球しっかり当ててダメトレード、イモータルシールド棒が発動しました。しかもこのタイミングでシークレット帰ってきてのまた連続攻なのでプレート1枚は確定で持っていけますね。そしてソウル押し込まれていたはずなんですがシェス追いつきましたね。640対480のタワープレートゴールドです。なんというかファーストタワーですか。これで春のソウルとシークレットが戻ってきた、戻ってきたというよりもともと別に調子を落としていたわけではなくて、ええ、チーム方針として、まあ、ボットはセーフティーというか、まあ独力でレーンを行って特に一つ割くというところを戻しましたね。この対 DFM でなんなら春より明らかに強いですね。本当にそうですね。危うさがないと言いますか安定感を保ったままきっちり主導権握ってますからね。さあ2体目のヘラドはどうだ。デトネーションフォーカスミーが触っているぞ。リコールタイミングを見るとそもそも狙っていなかったでしょうか。ボットのファーストは優先したこともあってか、まあ、ローテーション遅れるだろうからということですか。そうですね、まあ、FM にとっては AD キャリー間のゴールド差広がったのはちょっと痛いんですが、ただまあそれ以上にこの2個目のヘラルド取られるとミッドタワーっていうのがまあほぼ間違いなくおられると。ジグスも組み合わせて、あそしてドラゴンにつながった2体目がクラウドということは強いドラゴンが出てきますね。インファーナルかマウンテン、ここ今細かい動きですがいいんじゃないですか。キナツ選手はトップまず出れないですよね。その状態で自陣のグロンプを勝っていたのでこれもむやみにスティールに渡さない、そういうプレーですよね。そうなりますね、まあ、きっちり FM FM で相手の動きに合わせて反対サイドで差を詰めるようなアクションというのは取れてますよね。展開としてはこれどうですか。若干やっぱり RG 有利ですかね。育てたいレーンっていうのはきっちり育ってきているってところは大きいかなと思いますね。おエクセキューションを挟みましたよソウル。回復障害、まあ、アリア対策っていうところですね。ユタポンのアイテム的にも欲しくはありますね、まあ、少しビルドの足を引っ張るアイテムではありますがお金は持ってますから、まあ、結局通行がパワースパイクなので涙の施策溜まる頃に装備さえできていれば何の問題もないですね。おっとシグレット、これは浮いたか。横からゲンが見ているフラッシュアウトしたタイミングで乗っ取ったソーラーフレアを決めていくのはアリア。メガインフェルノボムは飛んではきますがこれは助けることはできません。アリアが1キルを獲得です。視界の取り合いの中での見事なワンキルでしたね。これで RJ のテンポっていうのも一度落ち着くことになるので、さあヘラルドをミッドレーンに召喚してきました。スティール全力でリキャプトソウル削る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 、さすがに止めることはできませんでしたがすぐさま処理はできました。今スマイトがあったら結構危なかったです。危なかったですね。まあ、FM としてはキャリーラインの通行はっていうのができると本当にグッとチームのパワースパイクになるので一旦は落ち着きたいんですが、ドラゴンがすでに2つ、そうなんですよ、次のドラゴンタイミングっていうのをどう判断するかですね。RJ はまっすぐ行きますかでしょうね。特にゲームテンポを緩める理由っていうのもこの段階ではないので、ヒナクスはワンコア間に合うかどうかというところですか。まあ、お互いに完全にパワースパイク迎えずっていう状態での集団戦になりそうですね。フォークも重要になりそうですね。おっと嵐を起こすもの乗っ取った。アリアがトップレーンは対応中です。これちょっと苦しいのが
何でしょう。ベタ足のジグスだとサイドレーンでのアクションというのがまあ非常にやりづらいというところがあって、今みたいにジャングルとサポートが丁寧にカバーをしてあげないとファームが取れないというシチュエーションに陥りますね。エビ選手がこうしてゲージを溜めた状態で動いているのは何かアクションを狙っているということになるでしょうか。ミッドレーンのそばまでやってきた。剣フラッシュ上がっています。エバードもいた。ドラゴンのタイミングってことで裏に回り込む。エビ溜めた。ゲージを管理してゲンが見ている。タワーダイブの構え、嵐を起こすものもある。タワーは止めたぞ。そのままダイブの形がデトレーションを動かす。タワーの破壊にもつながっていきました。ソウルは引いてダメージを出せてはいますが、ここはデトレーションを動かす。華麗なダイブでまずは2キル。フルショットバラージは耐え切っています。ゲンにあと一発。おお、届かせていくのはソウル。この間キナツはボットレをプッシュしていました。ミッドのタワー、さらには2キル獲得。デトネーションフォーカスミ、見事なセットアップでしたね。ただそれに対するソウルを中心としたカウンター、エビのスキルというのをきっちり避け切ってからの反転、見事でしたね。さあ、ただジグス相手にタワーを割りました。大きいですね。ここ本来であればかなり苦戦するところだったんですが、もう一息でダイブすることによってウェーブクリアの時間というのは与えなかったですね。ソウルがギリギリのところでさばききってましたね。ここからキナツが、まあ、ある意味スプリットをしているので、ミッドに貼り付けておけば、まあ、帰る時間をが遅くなればなるほどアドバンテージあったんですが、ちょっと人数差ありすぎましたね。そうですね、まあ、その中でよく1キル取り切りましたけどね。ただフラッシュは使いました。ソウルリキャップも落ちてるんですよね。これがちょっと次のドラゴン判断材料としてはどう捉えるかですよね。ラスカルジェスター、ただ、まあ、そこを狙いたいエビゲンっていうところもフラッシュがないので、うん、そうなってくると、まあ、スティールがどう狙うか、アリアがどう狙うかっていうところになってきますかね。もしくは裏からゲン。ソウル村間な完成。3つ目のドラゴンタイミングでコア完成させますか。これ圧倒的有利になりましたね。ソウルのポークで相当体力削れますね。おー、レッドバフもついている。3つ目、ラスカルジェスター取れれば3つ目。テレポートを使ってトップからリキャップがやってきます。コントロールワードを潰してそのまま触りました。テレポートナーがやってきます。エビがやってくる。その前にドラゴンの体力は削れていっているぞ。スティールアルティメットを展開しながら前に出る。リケップは外に逃げることに成功。ハチャメチャはドラゴンピットの中にはいない状態だ。アリアがしっかりとソウルに食らいついてそのまま落とし切ることに成功。ただハチャメチャがドラゴン獲得に成功だ。アリアを囲っているのはラスカルジェスター。ただこうしっかりとクラッシュを使って逃げてはいきましたが、シークレットのデリスベルド届いたんですが追撃ができません。キルは 2-2。 痛み分けになりましたが、やはりドラゴンを抑えた分だけ RJ が有利に立ちましたね。今スティールのエンゲージからアリアが、レオナのアルティメットを奪っていたのでいい仕掛けにも見えたんですが、リキャップのあのエリア外に逃げる判断見事でしたね。ただハチャメチャも追い出されていたのでと思いましたが、よく取りました。リプレイです。ここ W つけてから飛び込んでアルティメットで陣形を完全に破壊したと。でここに対してアリアがソウルをきっちりマークしてますよね。ただ本当に隙を見てよくはちゃめちゃドラゴンを抑えましたね。どちらのチームも、ね、まあ、狙いを通したいい集団戦になりましたね。パワースパイクを迎えたソウルにほとんど仕事をさせず、ただドラゴンだけは抑えと切ると。アリアにゴールドが集まりました。2キルともアリアです。ただキナツもすごいダメージ出してますね。圧倒的にダメージ出してましたね。さあ続いてのこの5分後が重要になりそうですが、そのタイミングでエビがキナツに仕掛けていく。ゴーストもテレポートもないぞキナツ。メガナタイミングをスティールの合流をじっくり待ちつつ貯めていきます。さあアルティメットから CC を合わせて、これは取り切れるでしょうか。キナツも粘る。キナツも粘りますが、どちらのキルになる。ここはスティールのキルになりました。この間にラスカルジェスター何を行うか。バロン触っている。いや、ただ当然 FM としてもそこは警戒しているのでバレることは無理ですね。バレてやめましたね。これで両チームとも
ほとんどパワースパイク迎えたとは言えるんですが、はい、唯一気立つだけビルドがちょっと遅れているというところが気になりますね。活躍は期待できる分だけなんとかしていきたいですが、おっとアリアはちゃめちゃ1対1にはなっている。シークレットのカバーがあります。アリアも無理はしません。またボリベのアルティメットを取りました。その間にエビがボットレーンをプッシュ、アウタータワーの破壊に成功です。これで次のドラゴンの頃にはエビのコアが2つ完成しますかね。ユタポンもすでに2コアです。アリアもそうですね。ダークシールも8スタック。お互い欲しいところにその気夏以外といえばいいですか、かなりゴールドアイテムは集まりつつありますね。あ、今回まあダメージディーラーが多いということでソウルはフローズハート目指していきますね。そうなると何か影響は出そうですか。まあ、やっぱり音世代ですよね、うん、プロ派完成させたエズっていうのは単純な耐久力っていうのもあるんですが、スキルの回転率があまりにも高いのでいいよ、何回も何回も使われて捕まえられないっていう展開が予想されますね。さあドラゴンまで1分28秒です。バロンの駆け引きも見えます。まあ、RJ としては下手にバロンを触って倒されてしまうというのは最悪の展開なので、じっくり次のドラゴンを待ってっていうことになると思いますが、 FM もあ、てかエビの装備かなり進みましたね。進みましたね。 2.5 このドラゴン前に間に合わせました。ミッドのタワーが割れているというのもこれデトネーションフォーカスにとっては有利ですね。先手先手でポジションの有利っていうのは作れますね。これで相手のジャングル入ってきます。キナツは一度このレウェーブをコントロールしなければいけない。トップもラスカルジェスターからするとコントロールしなければいけないウェーブになってますね。さあとはこのナーのゲージを貯められるか。さあケンが少し体を前に出した。ソウルがいいダメージを与えていく。スティールもエンゲージを狙っているようなスキルの振り方が見えました。はちゃめちゃなんとかワードをクリアしていきたい。ミッドをしているのはラスカルジェスター。リバーの中にはデトネーションフォーカスミー。どちらが手を出す。シークレットにダブル当たった。突っ込みはしない。エビのゲージは半分ほど。アリアの位置怖いぞ。乗っ取ったのはソーラーフレア。ドラゴン8秒前です。スカトルのコントロールはデトネーションフォーカスミーが握っています。スクライヤーブルーム叩いて状況確認。結婚の祈りでスネアも狙えるぞ。イタポンエビが合流。ドラゴンを起こしていくのはスティール。ブッシュの中キナツが陣取っています。横からゲンとアリアがプレッシャーをかけていく。ポークができるか。あまりうまく当たっていない。横から走り込んでいけ。うわーファイブマンノックアップだ。そのままユタポンフリーの状況でデトネーションオーカスミがラスカルジェスターに対して突っ込んでいく。メガインフェルノボムが決まってスティールを打ち取ることには成功していますが、シークレットがスタンを当てたものはエビはそれでは止まらない。リキャップもこれは逃げるしかありません。これがゲン、これがゲンだ。これが見たかったゲンのプレー。あれだけ警戒されている中なんで5人に当てられるんだっていう素晴らしいプレーでしたね。そしてあートーボラシ当たった。はちゃめちゃ守れません。そしてタワーダイブ、はちゃめちゃもついでにいただきだ。ダブルキルアリア。これでかなりゴールドも進みましたから、アリアキャリーのラインっていうのがかなり硬くなってきましたね。今さっきソウル捕まえづらいですよって言ったばっかりなんですが、まあ RJ は RJ で最後の最後までこのゲンのポジションっていうのを警戒しきれなかったってところありましたね。そのままバロンですか。止められないですね。無理ですね。ドラゴンも抑えています。バロン獲得。デトネーションフォーカスミー。一応はまあソウルの3コアと、まあ、ジグスのウェブクリアっていうところがあるんですが、ラストチームファイトのダメージ、アリア選手もちろん高いんですよ。見てください、ゲンのダメージがエビよりもスティールよりも高い。
5人に9当てて、そういうことになりますね。久々に見ましたね、あんなに綺麗なエンゲージ。久々にというか年に1回見れるかっていや本当にそのレベルでしたね、はい。まあ、ここはインヒビター取れればまあ理想なんですが、どちらかというとゴールド差をきっちりつけるバロンバフになりますかね。なるほど。サイドのタワーというのが両方空いているので、まあ、アリアの1対1の強さを生かしながら113で狙いますか。ユタポンも2コアだっていう話をしてたら3コアになっちゃいましたねグローバルゴールドも一気に広がりました。6センチ角、しかもアーマー貫通アイテムなので、まあ、これで、まあ、ボリビアを苦にしない状況っていうのが完成しましたね。バロンの時間は残り1分40秒ほど。さあボットのインナーから狙っていきます。エビのゲージの状態、これは怖いですね。近寄ることができません。まずはボットのインナータワー、その間にアリアがミッドレーンを押し込んでいます。さあミッドボット2ウェーブ、あ2レーン押し込んでいく。メガインフェルノボムとツルショットバラージを使って無理やり身を消していきますが、ここで砲台ミニオンまで届きました。バロンの時間をなんとか耐えたい。ただそれでもまだ55秒バフの時間があります。あと2つウェーブ耐えられるかどうかですね。一番気をつけたいのはやはりゲンのタワーダイブ。ええ、後衛が2人巻き込まれると、おとシレリアを発動、プレッシャーかけてくる、プレッシャーかけてくる、デニスブレード、いやここは届かなかった。そしてタワーが割れます。アリアのエバーフロストはソウルかわすことができました。ソーラーフレア、2人に対してドンピシャー、エビースティールに決まっている。ただしゲンのディスエンゲージ、嵐を起こすものを乗っ取ってアリアが突っ込んでいてソウルに張り付いている。ブリンクは何とか間に合ったか、ストップウォッチで耐えることもできていますが、ユタポンが完全にフリーだ。スティールも前に出てリキャップを狙いに行きます。ただしここは W を外してしまった。ストップウォッチを使いますがここは助からない。ブルーチームのダブルキル、ラスカルジェスター、ここをなんとか耐え切ってタワーは割れたものをインヒビターは守りました。スーパーミニオンさえ出なければ何の問題もないですね。今のシーンで耐え切りますか。シークレットよく決めましたね。お互いのサポートのレベルも高すぎますね。最後 W がスティール外れてしまったのが、これ上手かったのがアリアがボリビアのアルティメットを取ったことによってタワーダイブのプレッシャーというのがもうグッと高まったんですよね、でそこでプレッシャーをかけてタワーを取った。一度距離を空けてブレイクしようかっていう一瞬の隙をシークレット逃しませんでしたね。あとはわお、リキャップのダメージ、ディーラー特に気立つがやっぱり味方と合わせる能力っていうのが本当高いですよね。いやリキャップ素晴らしいですね。完璧。ここユタポンの Q をかわしながらスティールの W から逃げながらメガインフェルノボムでアリアを倒したんですかマルチタスクですね。マルチタスクですね。さあもう一度ドラゴンの時間帯取れればソウルはラスカルジェスター。今度はソーラーフレアを乗っ取りました。アリアエビが後ろからメガナギリギリでプレッシャーをかけてくる。視界がないのはラスカルジェスター。ゲンの位置が怖い。フラッシュが上がっています。エビに対してまずはキナスが接敵、シュレリア発動、プレッシャーかけてくる。このタイミング今度飛び込んでくるのは誰だ。エビのエンゲージはうまくは決まらなかった。さばいています。メガインフェルノボムかわしている。もう一度リバーの中へ。トリンケットを使いながら視界が欲しい、視界が欲しい。ラスカルジェスター、このブルーバフのラインに視界欲しいですね。一度リコールはエビ、テレポートをして戻ってくるでしょうか。そのためのワードをゲンが置きました。トゥルショットバラージは当たっていない。テレポートを使ってエビが戻ってきます。ドラゴンを起こしていますがスティールが相手を引かせた。横からアリアとエビのプレッシャー、そのエビに対してゼニスブレード、ああまたゲンだ。ツーマンノックアップからなんとかソウルは逃げることができましたが、スティールにゾーニングをされていてうまくダメージを出すことができません。その間にあっという間ユタポンがトリプルキル、そしてここでスティールリキャップに取り付いて味方と共に倒していきます。生き残ったのはソウルのみ。そしてアリア視界がない中当てていってのエース獲得、デトネーションフォーカスミー。これ
れはちょっとうますぎますね、もう弦のエンゲージで、そこシークレットうまくさばきながら判定してダメージ出したかったんですが、もうそこにはスティールがアルティメット展開していて、遠距離からダメージを出すしかないエズリアルはどうすることもできなかったですね。さあそのままネクサスを破壊、この重要な一戦勝利したのはデトネーションフォーカス2となりました。やっぱり序盤ですよね。 RJ がボットを中心にゲームを作って、で今回やっぱり面白かったのがモビリティで、ミッドからトップにかけてを育たせるんじゃなくて、まずユタポンゲン、まあ、特にゲンのロームっていうのを抑え込んだと。良かったですよね。ヘラルドもファースト取れてましたし、ドラゴンも抑えられていた中で、やっぱりゲンのエンゲージ5人に決まるってどういうことなんだってことですよね。あのふざけて言うやつですよね。5人決まって全部当たったら勝てるよねみたいな。そうですね当たっちゃったまあ地形的にもこのブルバフ周辺の視界の奪い合いっていうのが非常に重要な中で、シークレットが一チャンス作りに行ったんですが、カウンターがあまりにも早いと。でこのスティールのアルティメット展開しながらのポジショニングですよね。完璧ですね。ただただソウルに仕事させないっていうことにフォーカスをした動きになりましたね。実際殴れたらこれだけダメージが出るんですよ、今シークレット殴られ出してから 2,3 秒で8割持ってかれていたので、それぞれが本当に完璧に役割こなしましたね。ちょっとこのゲンのプレーは悲鳴が出ちゃいますね。ただまあここまでがアリアアリアアリアだったわけじゃないですか。はい、ゲンのこれが見たかったんですよ。やっぱりこう噛み合うとこうなるんですね。いや本当に少し時間はかかりました。ただしこれが夏デトネーションフォーカスミー、我々が初生ファンが見たかったものでしょうね。ただまあ言ってしまえば歴代最強の DFM っていうのはもう間違いないと思うんですよね。まあそうですね。そこに対して序盤アドバンテージをきっちり取った、なんだったらあの5人エンゲージなければ、そうですよ、スパースパイク的にも RG 有利だったはずなんです。そこまで持っていった RG の強さっていうのも光りましたよね。間違いないですね。もう1試合やってくんないかな。いいですね。まだまだまだいけますよまだいけます、ね、まあそれはねプレーオフに取っておいてもらってってことで。そうですね、はい、プレーオフの6チーム、決まっておりますので、どこかではぶつかるんじゃないかと。そうですね、また本当に順位争いですよね、各チームの。そうですね、どこをスタートライン切るか非常に重要ですから。いやただこれはすごい両チームですね。今回はデトネーションフォーカスミーが勝ちましたが、これでレギュラーシーズン結局1-1ですよ。いや本当にそうですね、両チームとまだまだ手札ありますから、ちょっと早くここの BO5 が見たいですね。さあそれではもう皆さんお分かりかと思いますが、デトネーションフォーカスミーからヒーローインタビュー、ゲン選手です。それではトスさんお願いいたします。はい、こちらデトネーションフォーカスミーからゲン選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ラスカルジェスターに1勝を挙げまして、なんと9連勝、そして1位と並びました。今のお気持ち聞かせてください。アイゼ한테1승거두면서9연승그리고그1등의그공동1승이됐는데지금소감어떻게되세요일단연승도연승인데정말 RJ 상대로는이기고싶어서이겨서다행인것같아요。네まあ連勝も連勝なんですけれども、とにかく RJ に勝ちたいという気持ちが強かったので勝ててよかったです。はい、ありがとうございます。そして次の質問なんですけれども、4ドランを取るときにですね、9を5人に一気に当てたあの場面がありました。あの時はどのように考えて9を5人に当てましたか。네번째드라곤때그아리스타 Q 가그5명에들어갔잖아요그대신그어떻게생각을하셨었나요저가앞에서부터들어가면은무조건그러니까반응을한다생각했거든요
이즈가? 상대가? 네, 상대가 반응할 거라 생각해서 네. 그래서 좀 안 보이게 옆으로 들어가서 이즈 노리려고 했던 것 같아요. 네. 그랬다 보니까 뭐 잘 들어간 것 같아요. 네. 네, 알겠습니다. ですね、真正面から入ると相手が反応してしまうんじゃないかなというふうに考えたので、相手から見えないように、横からですね、エズリアルを狙って、うまく当たったんじゃないかなというふうに思います、はい、ありがとうございます。それではイエガさんお願いいたします。はい、まあ、本当に、順位的にも、今日大きい試合だっただけに、まあ、源選手の方からもかなり意識していたというふうに言われてましたが、その後の意識していた一戦に向けてドラフトでここを何か特別に意識したこととかってあったんでしょうか。순위상에있어서도그굉장히인식을하고있었다는아까말씀이셨던것같은데요그멤픽상에서도뭔가인식한점이있었을까요일단저유타폰이아펠리오스를되게잘해서아펠리오스중심으로멤픽을했던것같아요 네, 네ユタポン選手がアフェリオスすごくうまいので、アフェリオス中心に、ピックをしていったと思います。なるほど、そのボット中心という話出ましたけれども、ただ、まあ、そのインゲームの中ではですねラスカルジェスタのボット非常に強力でちょっとそのボットレーンキルを取られるようなシーンもあったと思うんですが、そこからこうどういうふうにチームを立て直していったんでしょうか。ゲームで초반에약간좀힘들어보였어요근데그때그어떤식으로프로나가자게임을프로나가자라는얘기를했었었나요일단저가알리를하고상대가이즈여서조금힘들었는데네그래도라인전힘들어도좀한번잘해보자한번킬잘따보자는마인드였던것같아요네상대실수하면은네잡자네네네알겠습니다僕がアリスターで相手がエズリアルということでちょっと難しい相手だなというふうに思っていたんですけれども、まあ、連戦で、まあ、一度でもいいからキルしようというふうに考えていましたね。相手がミスしたらそこを狙ってキルしようというつもりでいました。強気な姿勢をということだったんですね。さあその中ちょっとゲーム展開的には本当にこうシーソーゲーム、行ったり来たりのこう有利を渡して持って行ったりとかっていうことの多い試合だったと思うんですけれども、この源選手自身ここで、まあ、この試合は勝ったんじゃないかなっていうシーンありましたか、ね、はい。이번경기는약간엎드락뒷지락막좀시소게임이었던것같은데겐선수가보기에는이장면그내가잘했다이겼다라는그느낌을받았었던장면이어떤장면이있었을까요일단솔직히초반좀힘들고상대중후반도되게좀챔프가많아서、네、힘들것같았는데이제드라용파이트때그다섯명맞았을때그때는 、네、이겼다고생각했어요 네, 네序盤は正直すごく辛かったんですよね。で、中盤も結構相手チャンプがたくさんいたので厳しかったんですけれども、やっぱりあそこのドラゴンのところで、5人に球入れられた時に勝ったなというふうに思いました。なるほど。つまりはもうこの試合は源選手がキャリーしたんじゃないかということなんですね。ありがとうございます。あ、それでは戸塚さん、お願いします、はい。ありがとうございます。それでは応援してくださったファンの皆様に一言お願いいたします。그러면마지막으로응원해주신팬분들한테혹시괜찮으면일본어로한말씀부탁드립니다프라이즈보코모토시저도꽤고토테르시토로토로아미모이크까라今年は絶対優勝したいからマジで頑張ります。優勝できるように。はい、ありがとうございます。それではデトネーションフォーカスミーから源選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではアナリストデスクにお返しします。はい、オタスさんありがとうございます。さあゲーム8ではデトネーションフォーカスミーが勝利を収めました。さあそれではゲーム8のブレイクダウンなどを確認してまいりましょう。
さあこのようになりましたけれども、レボルさんいかがでしょうか。いや本当に身体の攻防中盤以降のところで、ディテンションフォーカスミーが先手先手でグループアップして仕掛けてミッドのファーストは取ったというのが個人的にはターニングポイントだったかなと思うんですけど、はい、ただラスカジェスは強かったですね。しっかりとそのダメージを出すべきプレイヤーがダメージを出していますし、はい、ただやっぱりあのドラゴンのところの5人打ち上げたあそこですね、ゲーン選手が本当に素晴らしかったですね。またですね、あそこはもう。さあリクルさんいかがですか。いや本当にそのボトの2ビッツの有利からドレイクどん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 スタック重ねていって、まあ、ソウル取れればもう一気にいくだろうなっていうような構成だっただけに、はい、本当にあの打ち上げ綺麗に決めたっていうのが、まあ、勝負を分けたっていうのが、まあ、グラフから見ても明らかなのかなっていうふうに、あそこの集団戦からもうグッとグラフがゴールドから下に伸びてますからね。いやそこは本当にすごかったですね。さあレボルさん、他気になる点などございますか。その僕はラスカジェスタ の序盤の動きが気になっていて、はい、ラスカジェスタってレベル1あまりこう変化をつけないチームなんですよね、はい、いつもこう5人ばらけていて、まあ、ボットのブッシュにワードを置くかどうかぐらいなところではあるんですけど、このデテンションフォーカスミー戦では敵のジャングラーにワードを置きに行く動きをしていたのがちょっと印象的でしたね、はい、でその狙いというのをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、はい、ここでボリベアが相手のレッドバフのところに、まあここデテンションフォーカスミーのメンバーが見えているのでワードに置きに行くんですよね。でここでレッドバフじゃなくてこのブッシュにワードを置きに行ったというのが面白いポイントでした。シンジャオ その序盤のガンクルートを考えたときにブルーバフを買ってグロンプを買ってそしてそのままレッドバフ買ってトップレーンへというレベル3の最速のルートがあるんですけど、まあ、そこに、このワードに新庄が移ったのであればそのタイミングのレベル3トップガンクを警戒しようと、はい、移らなかったのであればそのタイミングのトップガンクがないというところでかなりこうトップにガンク受けるかどうかのちょっとチェックのようなワーディングをしたというのが非常に面白かったですね。でこの上でワードが消えた後新庄が移らなかったのでちょっと遅めにワードを置いてかなりこのトップのガンクのケアをしているというのがラスカリシェスター非常に面白いシーンでした。でなおかつかなりこう強気にトップもミッドもそしてボットも押し上げることによって全連を押し上げているのでカニを取り合う勝負というところに対して先にグループアップできるという利点を生かしてボリベアが2つカニを抑える、はい、というところでシンジャオに対してレベルのアドバンテージファームのアドバンテージを作って全連押し込むことのアドバンテージをこううまく意図して作り出していたというところが、はい、あちょっとラスカジェスタこの試合本当に準備してきてるなという感じがしましたね、うん、もしかしたらデテンションフォーカスミーがボット側 その赤バフのところにワードを置きに行く動きがかなり見えたのでそれへのカウンターなのかもしれないですけどその一瞬の動きだけですぐさまこう切り替えていってトップガンク受けないようにというワーディングにしたのは非常に面白かったですね。さあ今のシーンリクルさんいかがですか。いや本当にその早期のガンクのルートっていうところで今いろいろなルートがあるんですけど、はい、先ほどレボルさんがおっしゃったルートもありますしレッドバフからスタートしてボットサイドに早期のガンクを狙うルートっていうのも当然あってそちらも両方ともあのラプター付近にワードを置くことによって確実に分かるんですよね。そういったところをハチャメチャ選手としてはしっかり警戒してワードを置きに行ってさらには、ずらしたタイミングで、キナツ選手とあとはボットレーンソウル選手でしたかねがワードを置いて新庄の早めのガンクっていうのを警戒したラスカルジェストのいい序盤のスタートはあのワードから始まったと言っても過言ではないと思いますね。はい、ありがとうございます。さあリクルさん他に気になる点などございますか。そうですね、まあ、フォーカスミーがテンポを上げたミッドのタワーダイブも、まあ、見たかったら見たかったんですけどやっぱり振り返るならあそこだろうっていうところで、はい、あのアリスタの5マンノックアップのところ、まあ、なぜ決まったのかっていうところを見ていきたいんですけど、はい、まあ、ラスカルジェスター全体としてこうフォーカスミーが先にこうドラゴン前のポジション陣取っている状態の中でなかなか視界のコントロールを取り返せなかったんですよね。すでにシークレット選手としてはワードのスタックをほとんど使い切っていて残り1つという状況の中で、まあ、ミッドからブルーワフのところに行くルートにワードを置いたこれもイタポン選手が確認してラスカルジェスタの視界状況っていうのを完全にフォーカスミーがもう見えてたんですよね、はい、コントロールワードもほとんど使い切って、ないことも確認しますしそしてこの後ゲン選手は、まあ、本当に念のため、まあ、スクライブルームも叩いてますけどコントロールワードをそこの目の前のサイラスが今いる位置のブッシュに置くんですよね。ここでこちら側のルートに視界がないこともしっかりと確認してでドレイクを引きつけながらラスカルジェスター全体を引き込んでそしてそのタイミングで一気にフラッシュからオールイン
ラスカルデスタもずっと警戒はしてたんですけど、フォーカスミーが丁寧に視界の状況を全体把握しながらラスカルデスタ全体を引き込んで集団戦エンゲージを決めたというような綺麗な形でのゲン選手のエンゲージでしたね。すごかったですね。ここレボルさんいかがですか。やはりそのまあ、ジャングル内のところでの視界の取り合いをしている中でドラゴンを触ってあえてラスカルデスタの気を引くっていうプレーをしているというところで、こうやはり集団戦狭いところで戦いたいんですよね、はい。ジグスもエズリアルもこう回答する能力が非常に高いので、広いところで戦ってしまうと仕掛けてもかわされてしまって、逆転されてしまうというところ可能性ある中で、あえてこうドラゴンを触ることで、こうラスカルデスタを引き込むというところも非常に素晴らしかったですし、やはり何といっても相手のワードの数の管理は本当に見事でしたね、はい。そのラスカルジェスター自体がやっぱり情報をラスカルジェスターに与えてしまうと、そこからその情報をもとに集団戦構築してきてすぐに対策を打ってくるチーム、はい。で今までの試合もその完成度の高さで勝ってきたチームじゃないですか。だからこそフォーカスミーとしては視界の管理から徹底的に相手から情報を奪い取って集団戦決めに行ったというような対策が見えたシーンでもありましたね。いや本当素晴らしかったですね、はい。さあということで本日の試合結果を踏まえまして、現在のランキング確認してまいりましょう。このようになりました、はい。ということで、さあレボルさんいかがでしょうか。そうですね、最終週を残してプレーオフに進出する6チームが今日で決まったというところですね、はい。5位のクレストゲーミングアウト、ソフトバンクホークスゲーミングと先行ゲーミングの差が3勝差なんですが、残り2試合ですから、まあ、先行ゲーミングは7位以上にいけないというところで、はい。まあ、ここでやはりここまでの夏のシーズンの調子が最後ようやく上がったんですけど、ちょっとエンジンかかるのが遅かったなというところでした ね、昨日2連勝で迎えてましたからね、どうかというところだったんですけどね。さあリクルさんいかがでしょうか。そうですね、あとはもう、6位以上 その順位決めっていうところになってくるんですけど、特にその1位の対決だったり、とにかく上位に位置すれば位置するほどサイドの選択権だったりっていうところで、まあ、後々有利になってくる。 BO5 だと本当にドラフトの有利不利っていうのが、まあ、露骨に出るので、はい、サイドの選択権があるかないかでも勝敗が変わってくる中で、うん、どれだけ最後の2試合に力を入れられるかっていうのは各チームにとっては重要になってますね。確かにプレーオフを見据えた上で少しでも高い順位に行きたいですもんね、はい。でデトネーションフォーカスミーがやっぱり結局1位にここで来ましたね。9連勝ですからね、すごいですね、うん。ただラスカルジェスターもとてつもなく強かったことも考えるとまだわからないですよね、うん、はい。まあ、より面白くなってまいりました。さあそして LGL2021 サマースプリットではスプリングに引き続きバロンパワープレイプレゼンティッドバイ日清食品が行われます。バロンを倒した後の3分間に獲得したゴールドの量が最も多いチームへ日清食品様より商品としてカップヌードル10ケースが贈呈されます。さあそれではウィーク6受賞チームの発表です。バロンパワープレイプレゼンティッドバイ日清食品ウィーク6受賞チームはアクシズです。おめでとうございます。ゲーム3の5123ゴールドということでございます、はい。いやまた CGA が取るんじゃないかとヒヤヒヤしてましたけどアクシズでしたね。ここはしっかりと取りましたね。あと5000ゴールドしっかりとそのバロン取ってからのスノーボール決めましたね、はい。そうということでアクシズおめでとうございます。さあそして気になる次回のスケジュールはこのようになっております。LJL2021 サマースプリットウィーク7、こちらの8試合の模様は7月31日土曜日13時よりお送りいたします。さあまた12時30分からですねプレショーもお届けする予定となっておりますので、こちらもぜひチェックしてください。さあこちら注目ポイントどうなりますでしょうか。レボルさん、やはりそのプレーオフの順位決めというところで、はい、勝敗数がかなり近いアクシズ、SHG、V3 この3チームが戦うアクシズ VS SHG と、はい、V3 VS アクシズはちょっと楽しみですね。楽しみですね。リクルさんはいかがでしょうか。そうですね、あとはそのフォーカスミーの連勝が果たしてどこまで続くのか、まあ、2桁連勝いくのかどうかですよね
現在9連勝中ですから。本当ですね、はい、これどうなるかということでございます。あ、そしてラスカルジェスターとデストネーションフォーカスミーが連勝でタイブレイクになると。あ、そうですね、1位のタイブレイク、1位を決めるタイブレイクが発生すると。なるほど、はい、そして対決の結果が1勝1敗、先ほどの試合で勝ったから、はい、なのでもしかしたら最大9試合。なるほど、これもまたどうなるか楽しみになってまいりました、うんうん、皆様7月31日土曜日13時よりお見逃しなくということで、あ、そのままプレショーからチェックした方が ね、楽しいですから皆さんね、はい、12時30分からよろしくお願いします。さあ、そしてここで1点お知らせがございます。ワイルドリフトジャパンカップ2021開催のお知らせでございます。腕に自信のあるプレイヤーは仲間を集めてチャレンジしてください。エントリー締め切り間近ということで、こちら7月27日までとなっているということで、あさってまでですからね、うん、ぜひ皆様ね、仲間を集めて参加してください。さあ、そして本日も LJL を最後までご覧になってくださっている皆様、 LJL2021 サマースプリット視聴者アンケートのご協力のお願いです。LJL のリーグ運営と配信コンテンツ向上のためのアンケートにぜひご協力ください。ただいま画面上に表示されている QR コードから参加いただけます。回答をいただいた方の中から抽選で20名様にリーグオブレジェンド限定グッズセットをプレゼントさせていただきますということで、これセットでプレゼントですから全部もらえるわけですからね。そうなんですよ、ぜひ皆様よろしくお願いします。5分ほどで回答できる簡単なアンケートですので、ぜひご協力ください、よろしくお願いします。詳しくは公式ツイッターをご覧ください。さあ、ということで、いや、長かったようで短かったスーパーウィーク、一瞬でしたね、一瞬でしたよ。さあ、そしてここからも順位がどうなるかお楽しみくださいということでございます。本日も皆様長時間ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。ゲームが進んでいます。どうした？デニスブレード仕掛けに行った。ゲンがしっかりとノックアップを返していきます。テントスタンを返していいダメージで相手を。ただこのタイミング、シークレット仕掛けに行った。ユタボンクレンズを使ってなんとか対応していますが、そのままファーストブラッド獲得はなんとシークレット、そして生き残った。管理してゲンが見ている。タワーダイブの構え、嵐を起こすものもある。タワーは止めたぞ。そのままダイブの形がデトレーションを動かすみ、タワーの破壊にもつながっていきました。ソウルは引いてダメージを出せてはいますが、ここはデトレーションを動かすみ、華麗なダイブでまずは2キル。フィルショットバラージは耐え切っています。ゲンにあと一発、おお、届かせていくのはソウル。フォークができるか、あまりうまく当たっていない。横から走り込んでるゲン、うわー、ファイブマンノックアップだ。そのままユタボンフリーの状況でデトネーションオーカスミがラスカルジェスターに対して突っ込んでいく。メガインフェルノボムが決まってスティールを打ち取ることには成功していますが、シークレットがスタンを当てたものの、エビはそれでは止まらない。リガップもこれは逃げるしかありません。これがゲン、これがゲンだ。後衛が2人巻き込まれると、シルリアを発動、プレッシャーかけてくる、プレッシャーかけてくる。デニスブレード、いや、ここは届かなかった。そしてタワーが割れます。アリアのエバークロスはそれをかすことができました。ソラフレア、2人に対してドンピシャ、エビスティールに決まっている。ただし、ゲンのディスエンゲージ、嵐を起こすものを乗っ取ったアリアが突っ込んでいく。ソウルに張り付いている。ブリンクは何とか間に合ったか。ストップポーチで耐えることもできていますが、ユタポンが完全にフリーだ。スティールも前に出てリキャップを狙いに行きます。ただしここは W を外してしまった。ストップポーチを使いますが、ここは助からない。テレポートをして戻ってくるでしょうか。そのためのワードゲンが起きました。トゥルショットバラージは当たっていない。テレポートを使ってエビが戻ってきます。ドラゴンを起こしていますが、スティールが相手を引かせた。横からアリアとエビのプレッシャー、そのエビに対してデニスブレード、ああ、またゲンだ。ツーマンノックアップからなんとかソウルは逃げることができましたが、スティールにゾーニングをされていて、うまくダメージを出すことができません。その間にあっという間ユタポンがトリプルキル。そしてここでスティール、リキャップに取り付いて味方と共に倒していきます。生き残ったのはソウルのみ。そしてアリア、視界がない中当てていってのエース獲得。デトネーションフォーカスミー、シークレットうまくさばきながら判定してダメージ出したかったんですが、そこにはスティールがアルティメット展開していて、遠距離からダメージを出すしかないエズリアルはどうすることもできなかったですね。
さあそのままネクサスを破壊、この重要な一戦勝利したのはデトネーションフォーカスミーとなりました。